やるって言ったじゃないですか。スカイプで、スカイプで、スカイプで一昨日話したの何時頃？一昨日何時頃？一昨日昼ぐらいですよ。お昼私チャイスクールだもん。チャイスクールだから仕事中だもん。そんなできないよ。仕事中はあのネットできないから私。アリバイあるよ、アリバイは。俺話してんじゃん、違う人ってことですか？そうそうそう、だって私仕事中だもん、水曜日は。月水金って仕事だからね。月水金しか仕事してないんですか？そうそうそう。え、火木土はじゃ何やってんの？木曜日は祈り会ですね、祈り会。祈り会。祈り会。うん。月水金はチャイスク。火曜日は？火曜日は空いてる、空いてます。休みの日とか何やってるんですか？ネットですね。ネット牧師ですから、ネットでいろいろ相談したり、いろいろやってます。おお、うん。ニコ生とか見てるんですよ。ニコ生見ないですね、ほとんどね。なんかあのネルさんが言ってたんですけど、はい。なんか一応なんか、キューピーさんの、はい。あれがバレたんですよね。どういう放送を見てるかっていうのが。ああ、ほんと。その時に、なんか、うんうん、キューちゃん牧師の放送、見てる放送が、うん、女子中学生とか、女子高校生とか、そんなんばっかだったっていう。確かにね、コミは、たくさん入ってるわけです、いろんな人のコピーがね。はい。でそれはね、私のコミに入ってくれたから入るって、お返しみたいな感じかな。だから私入ったので入ってくださいっていう人はみんな入るんですよ、私コミに。あ、そうなんですか。うん、だからたくさん入って、いろんな人たくさん入ってますよ。なるほど。今、うん、性欲の権化とかそういうわけでは、ね、そういうの入ってるけど見ないんですよ。だからそういうコミには入ってあげるけどほとんど見ない、見ない。だからそういうね、コミに入るだけで放送は見ないんです。どうですか、金杯さん、お酒やめたくなりましたか？ああ、僕、今日も飲んでますね。わお、お酒、やめたいと思いませんか？お酒やめる、お祈りしてあげましょうか？いや、それは大丈夫ですけど。ほんと。うん。いつかやめたいんでしょ、お酒は。Q さんとしてはもう僕みたいなのもあれですか、やっぱ話してもしょうがないなみたいな。いや、そんなことないですよ。誰でも救われなきゃいけないしね、誰でも救いたいので伝道してるわけですね。だから金杯さんも救われるべきだと、ね、金杯さんもやっぱりお酒にね、お酒に頼ってる部分があるし、放送に頼ってる部分があるんだけど、お酒でも放送でも満たされないという現実っていうか、そういうの感じてるでしょ。でも例えばですよ、うん、100年生きてる人がいたとしますよ、はい、99年間もう本当の少女をレイプしたり、うん、人を殺したり、うん、いろいろしまくって、うん、99年間の間に、うん、毎年のようにしまくって、はい、その99歳の時に悔い改めて、うん、100歳になって天国に行けるんですかね、それは。行けます、行けます。何をやろうと、どんなことをしようと天国に行けるんですかね。まあ、どんなことって言えば厳密にはちょっと違うんですけど、救われない罪もあるので、でもほとんどの罪は5分前でも10分前でも許されるんですね。5分前でも10分前でも救われます。そう、殺人ぐらいだったらもう余裕で、そうそうそう。やるぐらいの。だけども、じゃあだったら、じゃあ死ぬ前に悔い改めればいいと言っても、まあ、実際に死ぬ前に悔い改めらなかったら地獄行っちゃうわけね。だからもし天国行きたいなら、ギリギリじゃなくてなるべく早いうちに悔い改めて信じた方がいいわけ。それってちょっと不公平すぎないですか？何にもし悪いことせずに、ま、真面目に生きてきた人がより、うん、99年間人殺しとかレイプとかをしてきた人が悔い改めた方が天国に行けるんですよね、より高いところに。そう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 、そう
不公平じゃないですか、それって。その不公平だって言った人がいましたよね、例え話の中で。そしたらね、イエス様がこう言ったんですよ。ね、私が、ね、人を救うということは、私が憐れむものは憐れむので、それは、ね、憐れむものが救うものは救うんだから、何の文句があるのかとイエス様がおっしゃってるわけ。つまり、救うものに権威があり、救われるものに何か文句を言う、あれはないでしょうということです。つまり、ギブアンドテイクで救うんじゃなくて、憐れみで救う、恵みで救うので、誰が誰にいくらお金あげようと自由でしょということです。例えば、ビジネスだったら、これだけしたんだから、これだけお給料くださいとか、ギブアンドテイクでしょ。だけど、救いっていうのはそうじゃなくて、一方的に、イエス様が一方的に、誰かを救って、誰かを、許すわけだから、これは誰も文句言えないでしょうということです。誰が救われるか、誰が救われないか、神が決めるんであって、救われる者が文句言う筋合いないでしょうという。信じる者しか救わないということですか、神は。信じる者がしか救わないっていうのは、ちょっとニュアンス的になんか意地悪っぽいじゃないですか、神様が。信じる者しか救わないっていうニュアンスじゃないんですよ。こういうニュアンス、いいですか。例えば、ここに天国の入り口があったとします。ね、天国の入り口。で、金杯さんが天国に来たいとしますよ。天国に来たい。そしたら、イエス様が、じゃあ、あなた天国に、行っていいから、この入り口から入りなさいって言ったとしますね。この入り口に入れば天国行けるよってイエス様が言ったんですよ。じゃあ、金杯さんがね、じゃあ、イエス様、あなたはこの入り口を入る者しか救わないんですかと言ったとします、金杯さんが。で、イエス様が、あ、そうです。この入り口を入った人だけ救われますと言ったわけ。入り口だからね。だけど、金杯さんは、じゃあ、入り口入らない人は救われないんですか？入り口入ったものしか救わないんですかと言ったら、なんか変だと思いませんか？つまり、信じなきゃ救われませんかっていうのは、それと同じことを言ってるんだということ。ああ、神がドアを用意してくれてるってことですね。つまり、誰でもその入り口入れるよって言ってるわけです、イエス様。誰でもこの入り口入ったら天国行けるよって言ってるわけでしょ。だけど、入り口を用意してくれてる。そう、入り口があるし、誰が入ってもいいわけ。誰が入ってもいいわけ。ね。だけど、ある人は文句言うわけ。あなたは、イエス様、あなたはこの入り口を入ったものしか救わないんですかって文句言ったとするでしょ。だけど、おかしいでしょ。誰でも入っていいよって言ってるわけだから。つまり、信じなきゃ救われないのはおかしいでしょと文句言う人がいたとしますよ。今なんか分かりました、今。分かった？なんとなく分かった。キリストじゃない、神が扉を用意してくれて、ここをくぐった者は幸せになれますって、入り口を用意してくれてるわけですね。そうなんです。誰でも入り口入ることできるんです。で、その入り口を入るというのが信じるということなのね。だから、入り口を入らなきゃしん、あの入れないの当たり前じゃないですか。そういうことですか。そう、だから信じなければ救ってくれないのかっていうのはおかしいでしょということね。それが神の愛が無限っていうとこですか。そう、誰でも救われる。99年間罪を犯した者でも、無限の愛で受け入れますよ。アメン、アメン、そこですよ、そこです、そこでそうす、ですか。そこです。そして、もっとすごいのはね、ただ救ってあげると言ったんじゃなくて、その救われるための代償として、イエス・キリストは自分の命を捨てたということですね。だから、簡単に救ったんじゃなくて、金杯さんのためにもイエス・キリストは十字架にかかって死んだということです。論議に進む槍ですよね。そうですね、そうですね、そう。だから、軽く救ったんじゃなくて、もう命を捨てるという犠牲のもとで救ってるんだということ。わかる？なるほど。ちょっと今、分かりました。はい、神の愛が無限だっていうこそう、と。アメン、そこですよ、そこです。99年間人を殺しまくってやつでも、
神が迎え入れると、そういうことです、そういうことですね、そういうことですね、同じように、そう、でその悪いことした人の気持ち、どんな気持ちか分かる？救われたね、99年間悪いことした人がただ信じただけで許されたら、救われたらどんな気持ちになると思う？信じただけで救われるんですか？そう、信じただけで救われる。それはどうなんでしょうね、そこは。いや、嬉しいでしょ。だって信じただけで許してくれたら、その99年間悪いことした人はものすごい嬉しいでしょ。まあ何にもなかったってなったら嬉しいですよね。ね、こんな自分、こんなに悪いことした自分が、こんなにダメ人間がなぜ許してくれるのか、本当に許してくれてありがとうっていう気持ちになりませんか？なりますね、それ。なりますでしょ。なりますでしょ。ところが、金梅さん、よく聞いてください。すべての人が、すべての人が99年間悪いことした人と同じ罪人なんだよ、ということ。同じなんですか、それは。そう。私は1年しか悪いことしてないなんて言ったとしても、うん、そうじゃないんです。私は悪いことしてないという人も、99年間悪いことした人と同じ罪人なんだよというところも気がついてほしいんです。あの人が悪い、あの人は悪い、私は悪いことして、悪いことしてない、犯罪者だけが悪いことしたんだ、ね、ヤクザだけが悪いことしたんだ、私は悪いことしてないと言ってる人も、99年間悪いことした人と同じだけの罪があるんだということ。まあそうですよね、飯を食って生きながらえてる時点でもう命を奪ってますからね。まあそれは罪じゃないんだけどね。その生物を、それは罪じゃない、それは罪じゃないですよ。だって植物とか動物殺したって罪じゃないんです。それは動物殺すのは罪じゃないんです。つまり あいつは悪いやつだ、あいつは悪いやつだ、私は悪くないという、それが罪なっていうことなんです。わかりますか？私は悪いことしてないということが罪なんだっていうこと。あ、その思い込みがダメってことね。つまり自分を偽認して自分を正当化することが罪なんだっていう。あ、それ、あ、それにあれが詰まってるわけですか。そう。つまりね、例えば屋さんの人がね、うん、屋さんってヤクザでしょ。屋さんが、私は悪いことをした人をたくさん殺した人をたくさん傷つけた、私は罪深いと言った人の方が神様は許してくれるんだということ。悔い改めた時。そう。私は悪くない。私は罪を犯してない。私はなんかイエスキリストなんていらない。神なんかいらない。十字架いらない。私は自分はいい人間だと言った人の方が罪深いんだということ。要するにあれですよね、石をぶつけるってあれですよね。そうそうそう、あれですね、あれですね、あれですよ、あれ。あれですよね、うん、キリストが、ま、ある町に入った時に、うん、人々がある女に石をぶつけていたと、うん、悪いことをした女に、うん、石をぶつけており、キリストがそれを見て、うん、この人に石をぶつけるなら、うん、生まれてから一度も罪の犯したことのない人だけが石をぶつけなさいと言ったんです、うんうん、そうそうそう、が最初に石を投げなさいと言ったのね。まだ石を投げてなかったんだけど、まあもし投げるなら罪のない人から石を投げなさいと言ったんですね。そして結局最後は何の罪もないキリストだけが石を投げ続けていたという、うん、いやイエス様も投げなかったですよ。イエス様は罪ないんだけど、うん、そのイエス様は、まあ、罪ないから投げてもいいんだけど、イエス様も許したっていうことですね。イエス、うんうん、つまりでも結局は誰も投げなかったっていうのはどういうことかというと、ね、うん、そこにいた人たちはみんな自分が罪があるっていうことを知ってたということですね。全ての人が罪人だ、罪人だってことをみんな知ってたから投げれなかったんですよ。そういうことですか。そう、あの金梅さんはその時に石を投げますか投げませんか。僕は投げませんね。アメンアメン、そこですよ。投げないでしょ金梅さん、石投げないでしょ。僕はあの軽犯で持ってかれてるんで、うん、今あ、ほんと、だから
金梅さんがね、ちーちゃん、あの、はいはい、僕あの今軽犯罪法違反で逮捕されて、起訴かどうか待ってる状態なんですよ。ああ、本当。動画見てもらえてないですかね、僕の。ごめんなさい、見てなかった、すみません。あのスーツ着てったんですけど、うんうん、スーツ着て、はい、外を歩いただけなんですけど、はい、後ろ半分が裸のスーツだったんですよ。ああ、それで捕まっちゃったわけね。それであのちょっとあの不謹慎だってことで。ああ、でも上半身だけだったの？下半身も？あの前前面が普通のスーツで、うん、あー後ろが何もない裸みたいな。下半身も？下半身も？下もですね。いや、下半身だったらやっぱりそれはちょっとあの法律に触れるんじゃないの？上半身だけだったら大丈夫だけど。それはあの動画をちょっとあの僕のコミュニティページに貼ってあるんで、面白い。ああ、じゃあ今度見ときますね。あの僕あのそういうね、はい、神の怒りに触れることをいっぱいやってるんですよ。それが許されるんですよ。許されるの。あの金林さんはまあ放送のためにやったかもしれないけど、だけどそれが神に対して良くないんだっていうことが分かれば、やっぱり許されなきゃいけないと思うでしょ。許されたと思うでしょ。イエス・キリストを信じたら許されるんですよ。あのでも今日あのよく分かりました。あの分かりました。100年99年悪いことした人でも、うん、神は扉を用意してくれるってことを。アメン、アメン。分かりました。アメン。そうなんですよ。誰に対してもチャンスがあるんだということです。誰に対してもね。世の中はチャンスがくれなくても、イエス・キリストがチャンスをくれるんだという。最高のチャンスをくれるんだ。そう、あの素晴らしい、あの確かに本当無限の愛ですよ、それは。はい、そうなんですよ、うん、そうなんです。人間ならそんなことできませんよ。できないです。人間にはできないですね。すいません、はい、ありがとうございます。はい、ぜひ入り口に入ってくださいね。はいはい、愛が無限だということを、はい、今日教えていただきました。アメン、アメン。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。シャローン、シャローン、シャローン。はい、皆さんこんばんは。遅くなってすいません、今金林さんから電話があってですね、だん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 なんかね、分かってきてくれたみたいで、とてもいいポイントね、皆さんのためにもいいポイントになったんではないかなと思うんですね。救いとは何か。あ、アイプさんありがとうございます。いい一つでしたね。金梅さんが救われますように、ぜひ皆さん祈ってくださいね。一人でも救われてほしい、ね、一人でも救われてほしい。もうリスナーの方々も一人でも救われてほしい。人の救いは素晴らしいんです、皆さん。一人が救われるということは素晴らしいんです。その人が永遠に生きるんですから、その人が神の国に入るんですから。多く許された人は多く愛します。多く許された人は多く愛します。金梅さんがお酒をやめれますように、誰でも誰でも救われてほしいのです、救われたいと思う人は救われるのです。天使たちの間に大きな喜びがあります。救われたいと思う人はですね、誰でも救われるんですね。アメン、アメン。それではですね、早速オバマ対ロムニーですね。キリシャン伝道の伝え方はとてもよく、イエス様に感謝できました。アメン、アメン。オバマ対ロムニーね、11月6日かな。キューちゃん、今日も学びに来ました。よろしくお願いします。11月6日が火曜日、これがあのアメリカの大統領の選挙の日だそうですね。ですからあと何日でしょうかね。2週間弱ぐらいですね。で、
まあ、私は伝道しているわけですから政治問題をやっているわけではありません。よくね、Qちゃんはなぜ政治問題、政教分離なのに政教問題してるのかって言うけども、私は政治問題をやってるつもりはないんですね。政治の中にある霊的な問題、信仰的な問題をやってるわけですね。ですからオバマ対ロムニーも政治的な見方で、コメントするわけじゃなくて、宗教的なって言ったらいいかな、キリスト教的な、カリスマ的なということですね。はい、こんばんは、ストッキングさん、こんばんは。はい、それではですね、簡単に言いますが、オバマ大統領ロムニーさんのね、その信仰はどうかということがやっぱりクリスチャンの見方です。まずクリスチャンはその人 の、まあ、その政治的な力とか能力とかそういうことの前に、その政治家がの宗教はどうなのかということがですね、クリスチャンの見る見方なんです。なぜかというと、その人のその人の信仰がですね、ロムニーさんは貧困で苦しんでる人どうでもいいと言ってました。その人の信仰がその人の人格になり、その人の信仰がその人の政治的な土台になるからです。つまりこう政治的な、その政治的な考えの土台が何かということですね。でそれが信仰です。だからやっぱり信仰が一番大事なんですね。大事なんです。私たちクリスチャンが人を見るときに、政治家を見るときに、ね、まずその人の背景である、ね、信仰がどういう信仰かということが大事なんですね。で、実を言うとですね、この2人ともダメなんですよ。この2人ともダメ。で、ダメというのはどういうことかというと、まずオバマ大統領はクリスチャンとは言っていますが、クリスチャンと言いながら実はリベラルなんですね。リベラルっていうのは、まあ、社会派に近いんですが、つまり本来のクリスチャン、福音的なクリスチャンならば、中絶反対、同性愛反対なんですね。これが、まあ、一つの目安ですね。中絶反対、同性愛反対が、まあ、福音主義のファンダメンタルとか根本主義とか原理主義とか言われてますが、まあ、そういうキリスト教の、信仰の一つの目安が中絶反対、同性愛反対なんですね。ところがオバマ大統領は、まあ、同性愛、同性婚賛成、中絶容認ということで、結局、まあ、正統的な福音主義的な、信仰ではないということなんですね。ですからオバマ大統領は、まあ、クリスチャンからすれば失格なわけですね。失格、信仰的に失格。ところがですね、ところがロムニさんは一応中絶反対、同性愛反対で、一見クリスチャンっぽいんです。クリスチャンっぽいんですけれども、ロムニさんは実のところモルモン教なんですね。でモルモン教っていうのは皆さん知らないかもしれませんが、一応キリスト教三大異端の一つ、キリスト教、ストッキングさん元モルモン、キリスト教三大異端の一つで、まあ、モルモン教、モノミノト、統一教会、モルモン教、モノミノト、エホバの証人ね、エホバの証人、それから統一教会、この3つは、プロテスタントとかカトリックとは違うんですね。違う。で、そのプロテスタントとカトリックの基本が三位一体ですね。三位一体、この三位一体って難しい考え方ですね。ちょっとは外じゃ説明できないんですが、まあ、とにかく三位一体というのが大事な教理だということですね。プロテスタントカトリックで大事な教理が三位一体という教理、その三位一体の教理を認めない、まあ、立場というものを一応一つの異端というふうな定義、異端の定義の、まあ、それはもちろんプロテスタントとカトリックから見たですよ。プロテスタントとカトリックから見た異端の定義の、一つが三位一体を、まあ、信じないということですね。
で、そのモルモン教とモルミノ教と統一教会は三位一体を信じます。で、三位一体を信じないというのはどういうことかというと、つまりイエス・キリストが神じゃないということですね。わかりやすく言うとイエス・キリストが神じゃない、ところが三位一体というのは、三位一体というのは父子聖霊が神だ、一人の神だと、一つであると。つまり三位一体を簡単に言えばイエス・キリストが神だということなんですね。浅松さんこんばんは。もう一回言いますよ。三位一体を簡単に説明すると、イエス・キリストが神だということなんですが、まあ、他にも意味があるんですが、まあ、とりあえず分かりやすく言うとイエス・キリストは神だと。ところがモルモン教、モノミノ教、かっこエホバの証人、統一教会は三位一体を信じないということは、イエス・キリストは神じゃないんです。神の子だということは認めてるかもしれないけど、神の子ではない、あ、神ではない。つまり、ね、異端の定義はそこにあるんだよという。だから似てても違うんです。似てても違う。で、結局のところ何を言いたいかというと、ロムニーさんはモルモン教だから、モルモン教だから国民の意見が割れてる。そうそう、ロムニーさんはモルモン教だからイエス・キリストを神だと思っていない。つまり中絶反対、同性愛反対にもかかわらず、信仰的には、そのプロテスタントとは違うんだよということですね。あ、モルモン教ではイエス・キリストは神と言われている。おかしいな、そんなはずないんだけど、ストッキングさん本当そうなの？でそれだとちょっと話がややこしくなるんだけど、まあ、とにかくですね、ロムニーさんがモルモン教だということで、私たちクリスチャンにとっては、信仰が違うんだというね。だからオバマさんはリベラルで困る、ロムニーさんはモルモン教で困ると。まあ、そういうことでクリスチャンにとっては両方入れたくないんです。両方入れたくない。まあ、カリスマ派からすればカリスマ派のクリスチャンに入れたいんですね。カリスマ派のクリスチャンって今までいなかったかもしれませんがね、福音派のクリスチャンが多かったね。まあ、リベラルの、多分ですね、まあ、正確じゃないんですけど、クリントン大統領とかですね、それから、クリントン大統領とか、誰がいたかな、はリベラルだったんじゃないかと思うんですね。それから、レーガン大統領とか、それから、レーガン大統領とか、ブッシュ大統領とか、それから、あの人だったかな、ちょっと忘れちゃったな。そういう人たちは福音派のクリスチャンだったと思うんですね。福音派のクリスチャン。ですから、マケインさんは福音派でしょうね。ケネディはカトリックですね。ケネディはカトリック。まあ、そういうわけで、あれですね。まあ、クリスチャンからすれば、まあ、福音主義のクリスチャン、大統領になってほしかったし、またカリスマからすればカリスマの大統領になってほしいですけど、カリスマの大統領は今のところ一人も出てないんじゃないかと思います。まあ、そういうわけで、実を言うとオバマ大統領も、ロムニーさんも入れたくないということですね。リンカーンですね。リンカーンは福音派っぽい感じですね。林間は福音派っぽい感じがします。それでですね、このビリー・グラームって人知ってますか？ビリー・グラーム、もうビリー・グラームはですね、もう年取っちゃってるんですけど、これはもうアメリカでは超有名というか、アメリカでは超有名、日本人はみんな知らないという。このビリー・グラームは福音派の伝道者ですね。日本にも3回ぐらい来たかな。日本にも3回ぐらい伝道に来ましたけど、このビリー・グラムは福音派なんですが、実は、びっくりしたんですね。何がびっくりしたかというと、このビリー・グラム・アージス・アメリカン・トゥ・ボート・ビブリカル・バリューといってですね、この、福音派のビリー・グラムは福音派の代表みたいな人なんですけど、ロムニーさんを推してるんですよ。
っていう感じでですね、ビリーさんどうしてですかみたいな、なぜね、異端のロムニさんをあなたは押すんですかみたいな、非常に私ももうびっくりして、ねえビリーさんどうしてですかみたいなね、まあ、とにかくですね、これショックですね、ショック。もう福音派の大御所がですね、異端を進める、異端カルトを進めるというのはちょっとね、もうこれはもう本当にアメリカは病んでるなみたいなね、もうアメリカ終わったみたいな、そんな感じがしますが、まあでもね、どっちかを入れなきゃいけないとすれば、どっち入れたらいいのか本当に迷っちゃうんですが、まあ実を言うと私わからないという、まあオバマさんの方が若干いいかなっていう感じがするんですけど、実のところわからないので、もうわかんないときはわかんないで、神様あなたの御心を行ってくださいと、神様あなたの御心を行ってくださいと言うしかないという感じでしょうね。でもまあ、アメリカがなぜ異端の候補、立候補者をねえ候補者を挙げてくるか、もうこれは本当にショックですね。もう本当に、どうして信仰基盤として候補者を作ってくれないか、もう本当に、まあ、日本の場合しょうがないね、日本の場合はもうクリスチャンいないんだから、まあ、クリスチャンの政党がないと言ったらいいのかな、まあ、本当に、ショックです。でもね皆さんね、やっぱりねアメリカ大統領がどういう大統領かってとても大事だと思うんですね。まあアメリカは、その世界に影響力のある国ですから、そのアメリカの大統領がどういう大統領かによって世界にも影響する、もちろんね、日本にも影響します。あ、石原都知事がなんかね国政に復帰ということで都知事を辞めたんですが、まだ辞めてないのかな、それちょっと私あまり考えてないんで何とも言えませんが、石原都知事はねちょっと右翼的な感じがするので、都知事じゃない方がいいと思いますね、都知事であることに、まあ、国政がどうのこうのまた分かんないですが、少なくとも都知事になってほしくないという、そういう感じですね。やっぱりですね、中国韓国にとってはですね、石原都知事がもう本当に嫌だと思うんですね。なぜ東京の代表が、ね、右翼なのかということで、本当に中国韓国は嫌がってたので、やめてよかったんじゃないかと思うんですね。はい、まあ、そういうわけで、結局のところ、まあ、神様に祈るしかないみたいなね、神様にどっち、神様の御心を、御心の大統領を選んでくださいというしかないですね。そしてまあ本当にこれから本当にこう信仰的な大統領が選ばれるように祈るということでしょうかね、信仰的な大統領が選ばれるとほしいと、そのように祈るべきだと思います。で今日の、まあ、御言葉はですね、こういう御言葉がありますね。第一テモテの第一テモテの2章の1節からちょっと見たいと思いますね。そこで初めにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが敬虔に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。そこでまず初めにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが敬虔に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。アメン。
クリスチャンの一つの、まあ、その、進められていることは、王と全ての高い地位にある人たちのために祈んなさいということですね。アメリカ大統領のためにも祈んなきゃいけない、総理大臣のためにも祈んなきゃいけない、天皇のためにも祈らなければならない。これはクリスチャンの、まあ、役目ですね。役目、クリスチャンの役目は、そういう、政治家とか、ね、王のために祈るということですね。はい、じゃあ次英語いきましょうか。英語、ルカの6-31。Do to others as you would have them do to you. Do to others as you would have them do to you. この do to others っていうのは他の人にしなさい、ね、他の人にしなさい、You would have them do to you はあなたのしてもらいたいように他の人にしなさい。あなたのしてもらいたいように他の人にしなさい。つまりこれはあれですね、黄金律ですね。黄金律っていうのは聖書で本当に大事な教えということですね。自分がしてもらいたいように他の人にしなさい。これがですね、すごく大事な教えですね。ヘブライ語ヘブライ語私教えないですよ。ヘブライ語は Do to others as you would have them do to you、ね、自分がしてもらいたいように他の人にしなさい。これはとても分かりやすい教えですね。他の人に何かするとき、これが一つのポイントです。自分がしてもらいたいようにしてあげる、自分がしてもらいたいようにしてあげる。許してもらいたかったら許す、愛されたかったら愛する、優しくしされたかったら優しくするね。何かが欲しければ誰かに与える。今日は聖書のその箇所を読みました。ああそうですか、素晴らしい。同じ箇所を読んだんですか、素晴らしいですね。黄金律ですね。皆さん簡単ですよね、簡単ですよね。聖書の教えはたった一言、自分のしてほしいように他の人にしなさい。自分のしてほしいように他の人にしなさい。簡単ですね。この一言で、この一言でこの聖書全部の教えが含まれちゃうんですね。聖書全部の教えが、自分がしてほしいように他の人にしなさい。わお、簡単ですね。聖書は簡単ですよ、皆さん。聖書はたった一言で言えるんです。ね、聖書を一言で言えば、自分のしてほしいことを他の人にしなさい。自分のしてほしいことを他の人にしなさい。ね、簡単ですね、皆さんね。聖書の教えは簡単なんです。実行は難しいですね。実行は難しい。聖書の教えは簡単。実行は難しい。クリスチャンの方々、実行しましょう。ね。ただ、聞くだけのものではいけません。御言葉を実行するのです。御言葉を実行するのです。大事なことは、イエス様の命令を実行すること。これが大事なことです。しかし、実行するためには油注ぎが必要ですね。油注ぎがなければ、実行できません。自分の力では神様の教えを全うできないのです。神様の教えを実行するためには、イエス様の力が必要です。油注ぎが必要です。油注ぎが必要です。油注ぎがあって初めて、イエス様の教えを実行できるのです。イエス様の教えを実行できるのです。アメン。アメン。はい、それではですね、明かしタイムいきましょうね。明かしタイム。はい、明かしタイム。今日はですね、何を起こしタイムかな、困っちゃったね。大統領のことで、そうですね、誰かのために取りなしができた、誰かのために祈ることができた証、いきましょうね。
誰かのために、その祈った証、取りなしをした証、スタート。スタート。政治において主の御旨が行われますように。前回の Q ちゃん放送を見て人生が楽しくなり、この世ででっかい宝島ロムニーが落選するように祈りました。うなちゃんマンのために祈りました。金梅さんが悔い改めてくれますように、アメン。キューさんのために祈りました。ありがとうございます。親が夫婦喧嘩をやめるように祈ったら家庭が平和になりました。アメン。愛する兄弟姉妹のことを祈りしました。兄弟姉妹の家族まで祈るようになりました。アメン。金梅さんのために祈ります。アメン。小野さんがお酒やめるように祈りました。キューちゃんが長生きできるように祈りました。ありがとうございます。世界の苦しむ人のために祈ります。アメン。リトルさんと祖母のために祈ります。政治家の方々が精霊で満たされるように祈ります。いつもキューちゃん牧師 LTL 教会のために毎日お祈りしてます。ありがとうございます。イエス様を知らない人のために祈ります。日本が韓国に謝罪するように祈りました。兄弟姉妹のために祈れるようになりました。世界平和を祈ります。みんなが幸せになる政治をしてほしいです。大さんのこともお祈りしています。イエス様に祈ったらデリ中毒が治りました。竹島のために祈ります。友達の芸が治りました。ありがとうイエス様。韓国の人が幸せになるように祈りました。落ち込む時もあるけど元気でやっています。キューちゃんありがとう。この放送を見てると癒されます。南京大虐殺の犠牲になった人たちのために祈りました。犠牲になった人たちの家族のために祈るといいですね。死んだ人のために祈るんじゃなくて、生きてる人のために祈りましょう。まず日本が変わらないとダメです。犯罪がなくなるように祈ります。人類が平等になるように祈りました。一日でも早く日本が変わりますように。この放送で笑えるようになりました。久々にキューちゃん見れた。元気出たよ。アメン。日本のリバイバルのために祈ります。
ガジマ集会に行ったらサッドが治りました。この放送を聞いて生きていてよかったと思いました。アメン。日本人が幸せになるように祈ります。早くキリスト教を設立して日本の政治を良い方向に変えてください。賛美歌を聞いて頑張ります。異端をやめました。毎日のQちゃん放送で鬱が回復しつつあります。ハレルヤ、アメン。よかったですね、よかったですね。自衛隊がなくなるように祈りました。この放送でガジマ大会を知りました。イエス様がすべてです。アメン。タクヤさん、アメン。20年間笑えなかったけどこの放送で笑えました。小太郎さんが幸せになるように祈りました。イエスキリストの再臨を祈ります。今日置き引きしてきたけど改心して明日戻してこようと思いました。素晴らしい、素晴らしい。信仰を持ったら鬱が完治しました。今日初めて外に出れました。アメン。イエス様は全てに勝る喜びです。家族みんなで笑いながら見ています。原発がなくなるように祈りました。皆さんが幸せで天国に行けますように。この放送がクローズアップ現代に取り上げられますように祈ります。お願いします。今日放送でカメラつけます。風邪をひかなくなりました。南アフリカから見ています。天然ちゃんでしょうか。キューちゃんの放送見てたらお腹痛くなってきました。霊的快楽を求めるようになった。日本にリバイバルが起きます。必ず。はい、ありがとうございます。クローズアップ現代、ネット競争にハマる若者たち。Qちゃん牧師のように放送したいです。はい、ありがとうございました。日本にはイエス様の愛が足りないと思いました。断食を始めようと思います。夢の中でもこの放送を聞けるようになりました。Qちゃんのポジティブ見習いたいと思います。アメン、アメン。いつも癒されています。イエス様愛してるよ。アメン。はい、ありがとうございました、ありがとうございました。コメントが来てます。キューちゃんこんばんは。キューちゃんの放送は信仰的で国際的でもあり勉強になります。このような素晴らしい放送を無料で見れることをイエス様に感謝します。真実を知った人は嘘を見抜き広い視野を持つことができて真実だけを語れるのだと思いました。キューちゃんはニコ生を通して信仰という種を日本中に撒いて、その種が芽を出して、素敵な花を咲かそうとしています。自分もこの放送で信仰の花を咲かすことができたことを、イエス様に感謝します。そして、マルコメという透析を受けても、放送を続け、真実を述べてくれているQちゃんを尊敬し応援していきます。そして、今日は、
日本が右翼志向になり、昔みたいにアジアに迷惑をかけないように、世界から孤立しないように、そして自衛隊という武力を持つのではなく、聖書を持ち、アジアの人と愛を育むことを祈ります。尖閣諸島に花を植えれば必ず領土問題は解決すると思います。アメンアメン、ありがとうございます。アメンアメン、本当に励まされます、励まされます、ありがとうございます。アメン、それではファイナルメッセージしましょうね。ファイナルメッセージです。ファイナルメッセージです。実はですね、私がアメリカが好きな理由はですね、私を救ってくれた宣教師はアメリカ人の宣教師なんですね。年配の、夫人の宣教師2人で、今年だったかな、宣教師のインタビューしましたよね。宣教師、アメリカ人宣教師の、私を救ってくれた宣教師のインタビューしたことを覚えてますか。で、私の家の前に引っ越してきてくれて、で、私が本当に、その方たちに、イエス・キリストを、教えてもらって、救われました。日本はですね、明治維新もアメリカの、ペリーですね、黒船ペリーによって明治維新をしました。太平洋戦争はアメリカと戦ってアメリカに負けましたけど、でも神道国家がなくなり、封建主義がなくなって、そして民主主義が入ってきました。形だけの民主主義ですね。でも日本はアメリカからですね、明治維新というね、その外圧によって開かれた日本と、太平洋戦争という敗戦によって日本が民主主義の国になったということで、日本はアメリカに2回もですね、国を変えてもらった。別な言い方をすると、悪魔の、その束縛から解放してくれたということが言えると思うんです。しかしまだまだ日本は悪魔の束縛の中にいます。日本は一見近代国家で民主主義の国のようですけど、まだまだ悪魔が支配していて、そしてクリスチャンが少ない国です。それで日本はリバイバルが必要だということですね。リバイバルが必要。日本とアメリカというのは本当に深い関係があるんだということですが、ですからアメリカ大統領のために、アメリカ大統領の選挙のために、またアメリカのリバイバルのために、アメリカのために祈るということも、これは大事ではないかなと思います。それではですね、招きをしましょう。皆さんの中でですね、今日特に金梅さんの凸、も良かったと思うんですが、その天国に入る入り口というのはイエス・キリストを信じるということなんですが、天国に入りたいと思う人、アメンと言ってください。ゲーム偶像ですか？ほとんど偶像ですね、ほとんど。天国に入りたい方、アメン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 。アメリカのために祈りましょうね、皆さん。アメリカのために祈りましょう。天のお父様、今アメンと言った方々がイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて神の国に入ることができますように。イエス・キリストを信じるという入り口、門、神の国の門、救いの門に入ることができますように。そして神の国で癒され、神の国で生きることができますように。どうぞアメンと言った方々がクリスチャンとして今日から歩み始めることができますように。彼らの罪が許されて永遠の命を与えてください。永遠の命を与えてください。永遠の命を与えてください。金梅さんも救われますように。金梅さんも救われますように。
そして、11月6日は、アメリカ大統領の選挙の日ですが、オバマさんが勝った方がいいのか、ノムニーさんが勝った方がいいのか分かりません。あなたの御心を行ってください。あなたの御心を行ってください。あなたの御心を行ってください。そしてアメリカは素晴らしいキリスト教の国だったんですが、最近は、かなり、信仰的な部分がなくなって、辞める国になってしまいました。離婚があったり、また中絶があったり暴力があったり、アメリカもかなり病んできましたけども、イエス様どうぞ、アメリカは素晴らしい国だったんです。どうぞアメリカが、リバイバルを起こしますように。もちろん日本もリバイバル起きてほしいですが、アメリカもリバイバルが起きますように。アメリカもリバイバルが起きますように。信仰に立ち返ることができますように。信仰に立ち返って、アメリカがもう一度良い国となりますように。良い国となりますように。アメリカを祝福してください。アメリカを祝福してください。アメリカを祝福してください。そして日本も、日本も、変わってきましたけど、まだまだ日本は、クリスチャンの少ない国、イエス・キリストを拒む国ですが、日本の罪を許してくださって、日本にもリバイバルが来ますように。日本にもリバイバルが来ますように。どうぞ日本を救ってください。日本を救ってください。イエス様お願いします。どうぞ、日本とアメリカは素晴らしい、関係がありますけど、日米関係を祝福してください。日米関係を祝福し、イエス・キリストにあって、日米がもう一度リバイバルを起こし、もう一度リバイバルを起こして、素晴らしい日米関係となっていきますように。日本とアメリカを祝福してください。日本とアメリカを祝福してください。世界中を祝福してください。世界中を祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、確かにですね、世界は悪い方向に行ってるのかもしれません。経済も悪い方向に行ってるでしょう。災害も増えてるでしょう。いろんな問題が噴出しています。でもそれはイエス様の予言にあるのです。国と国が、敵対し、民族は民族に敵対し、戦争と戦争の噂が起きる、あらゆる災害が起きる、勝ってない苦難になると、イエス様の予言は、もう本当に、週末の、とんでもない週末が起きるということを予言しているわけです。ですから私たちはもうそういうイエス様の予言で何が起きるか、もうしっかりと、確認してなければなりません。何が起きてもね、しっかりと生きるのです。もうすでに何が起きるかということが言われているわけですから、それは神様の計画です。神様の計画です。そしてそれは一人でも、悔い改めて救われるためだと書いてるんですね。いろいろ困難試練が増えてくるのは、神様が意地悪をしているのではなくて、一人でも救われるために、一人でも救われるために、いろんな試練困難があるんだということですね。はい、ありがとうございました。もうすぐ終わりですね。ぜひ皆さん、その祈りによってその平和を作り、そして、人々を救い、日本を救い、ね、皆さん祈りに力があります。祈りに力があります。一緒に祈っていきましょう。皆さんの祈りを必要としています。ストッキングさん、今日10時半から放送があるそうです。ぜひ皆さん、信仰で歩みましょう。祈って歩みましょう。イエス様の御言葉で歩みましょう。皆さんは本当に、期待されているのです。ありがとうございました。おやすみなさい。シャローン、シャローン。おやすみなさい。おやすみなさい。シャローン、シャローン。アメン。